いや、そう、ちょっとね、お疲れ申しまして、若干の犯罪疲れを。いや、なんかな、いくつか悩んだ点というか、なんか、難しいなって思ったところあって、僕は無限にフリーカがしたいし、無限にチェイスがしたいんだけど、で、まあ、それは自分のやりたいことでもあるし、まあ、割とこう、警察側の経験にもね、たくさんチェイスしたら、いいかなと思ったんだけど、なんかやっぱ検挙率とかはなんか気にしてしまう人もいるらしくて。今誰いる？渋張ります。これさ、今じゃあ3人さ、ちょっとアジト来れる？はい、了解です。来れるそう、か？僕はあ、外今蔵で日は負け誰？続きだったから、で、まあ僕は大丈夫だったんだけど、それは多分まあ人によるなというのは、少しだったら結言われ局る。あるんだろうね。そこはね、僕からの配慮不足だった。数多い方がいいかなと思ったから。僕はフリーカなんて、毎回怒るたびに、レッツフリーカ、レッツフリーカ、レッツフリーカってやってたからさ。僕は結構それが楽しかったのよ。何回もチェイスできるし、結構、持て余しちゃうところがあったから。で、まあ、多い方がいいかなと思って、たくさんやったんだけど。なんか、それで結構、慣れてる人もいたらしくて、なんか申し訳ないなってのと、どうしようかなみたいな。なんか、自分がやりたいことかつ、まあ、別に善意はそんなないけど、まあ一応でも自分なりによ、良かれと思ってやったことではあるじゃん。エゴではあるけどね。良かれと思ってやったことが、人の害に繋がったんだったら、なんかすごい、なんかな、じゃ何のために僕 GT やってんだっけって思ってきて。っていうのをずっと、まあ昨日寝る前と昼と考えてて。それでちょっと疲れてた。いや、そう、一応僕なりにもなんか配慮してる部分あって、僕はチェイスの時にほぼ銃撃ってないんだけど、特にその初心者相手に銃は多分一回も撃ってないと思うんだけど、とかまあでも関係ないかと思いながら、そういうのじゃなくて、多分、なんか台数少ないからアタキンもなんか1分でいいよとかも、練習したいさあ、な、こヘのルプ辺出しにいていいよとる？かもやってたつもりではあったんだけど、なんかまあ別アジに、トの壁にいるね。うん、アジト。どうしようかなと思って。っていうので今日悩んではいるんだよね。楽しすぎ。お待たせしました。ああ、ごめん。はいっあ、じす。ゃあ今ちょっと岡さんにも伝えたんだけはど、いはいはい。まあ、まずはい。のこと。まずピは、まあ抜けたと。あ、なんかツイッターで見たっす。はいはい。そうで、まあ抜けた理由も、まあ、彼女なりにいろいろ考えた結果、やっぱり、ちょっと人を撃つだったけど、まあ人って言ってもあれだね。まあ、わかり警ます。そ察をの、撃つとかね。感覚がね、僕めっちゃわかるっす。僕そも、警察あんま、撃てない派閥なんで、う。うん。めっちゃわかるっす。そう、それがあって、まあ彼女はちょっと、まあどうしてもちょっと厳しいってことでやめましはい、了解です。で、もう一個が、まあこれちょっと後でエイム君にまあ伝えるわ。まず、はい。今のギャングの体制、このはい。今みんなでやってると思うんだけど、まあちょっとまあ今何日間かやってみて、はい。まあ、俺的に思うそのギャング像うんと、うんうん。実際にやってることがちょっとずれている。うんうんうん。俺の理想とずれているっていうはい。ところがある。なるほど。いろいろと考えた結果、一旦は今、ハル君が結構指示を出してくれているから、ハル君に、ボスの座を譲ろうと思ってる。ほう。犯はい罪ははい。俺も重強盗だったりとか、いろいろやってみたけど、目的が多分違う。そもそも、例えば、お金を稼ぐとかっていうのが多分目的の中にあったりもすると思うんだけど、確かにあるんだけど、今現状もともと、VCR に参加した上で、俺がやりたいことってそのお金を稼ぎたいじゃないんだよね。ギャングになった理由も、そもそも、やっぱりそのいろんな人がいるからこそ、俺は、その、なんだろうな、バランサー、いい塩梅で、ギャングができたらいいなと思ってたのよ。そうっすね。でも、ちょっと、それが、今現状ちょっと自分だけじゃできないなっていうふうになって。で、それを、今回はギャング側からやろうと思ってたわけなんだけど、
はい、ちょっと一旦別の視点からやろうかなと思っていて、それをちょっとここ、まあ、まだ始まって今日3日目だけど結構考えてたの、うんうんうん、で最終的に今現状ハルくんが進めてくれてるからまとめてくれてるからハルくんにがもしいいのであればお願いしたいなと、はいはいはい、思ってるっていうのが今の俺の気持ち。なるほど。だけれどもそうっすね、まあなんか僕もやっぱ 2,3 日今やってみてなんとなく感じてるのは結構成り行きだったとはいえ、まあ、ちょっとなんだろうな、まあ、OP になりすぎたっていう言い方もちょっとまあちょっとちゃうんすけど、なんかまあそういう感じになっちゃってるなっていう感覚はなんとなくあったんで、でボス僕が続けたいかっていうと別に僕はなんだろう、ギャングがしたいっていうよりは結構僕はなんか犯罪のパズル解いたりするのが楽しいタイプなんで、なんちまちま犯罪できればいい派閥なんですよ一応、うん、でまあその今のギャングの形残したいかっていうとそんなに僕がどうしてもそれがやりたいってわけじゃないんで、だったら一旦解散にしてしまった方が丸いのかなとは思いますね、うん、なんかトップ変えてってのも変なんで、僕は半グレで全然いいんで、いいというか半グレ結構好きなんで、うん、そもそもやっぱりこの参加、まあ俺もさせてもらってる側だけどもやっぱりやるにあたってみんなやりたいことがあるはずなんだよ、はい、何かしら、ね、まずはなんか今回その成り行きでやっぱりそのギャング作っちゃったけど、第一のそのやりたいことやれてるっていったところでそこが多分一番重要になってくる。なんかまあそれは正直僕はなんだろうな、うん、すっごく良くない言い方をしてしまうとなんか逆になんかヘイトを買ってる原因になってるところがあると思ってて、僕は無限フリーカ編大好きなんですけど、多分なんかそのギャングに入ってなくてもそれでできるじゃないですか、うんうん、でもなんかこのギャングにいるから多分それが逆に良くない、言っちゃえばお前のギャング OP じゃんに繋がるなんか要因の一つに僕がなってしまってるし、多分メンバー見てもそれなんだろう、そこがガッチャンコしちゃってるから、本来じゃあハングルでもそれはできることなのになんかギャングにそれ繋がっちゃってて、なんかまあ一旦その辺はバラした方が、まあ、僕的にも結構助かるなってのはあります。結構なんだろう、トントン拍子に進んじゃったじゃん。そうっすね。だからこそなんだろう、自分たちもこの勢いのまま行くしかない状態になってたっすね、はい、と思うんだよね。そうっすね、そうっすね。ちなみにちょっとこの話をいきなりしてしまってはいるんだけど、はいはいはい、ウォッカさん的にはどう？僕はみんながやりたいようにやりたいことをするのが一番だと思うんで、全然みんながやりたい方針で僕は全然大丈夫です、うん、せっかく誘ってもらったのは悪いんだけども、いやいや、それはもうお互い様では、いや、まあ、誘ったの僕かちょっとこういう形になってしまって申し訳ないんだけれども、いえいえ全然むしろそこの決断をしてくれたのがすげえ助かります、申し訳ないです。いや一応俺から話したかった内容は以上です。はい、ありがとうございます。物とかどうしますか？すいません、何してるんですか？走ってるんです、車がなくて。送ってください。いいですよ。やった、ここね。ありがとう。何してたんですか今？今はね、利用するために走ってたんですか？小銭を稼ぐために東本セーフをしてるのよ。小銭をね20分ぐらいかけて13万稼いでたんよちょっとやっぱ人に迷惑をかけない犯罪をねちょっと探ろうと思って。なるほどね。そうやっぱちょっとあれか、効率求めて迷惑かけすぎたか。いやいやいや、まあでもそういうことになってた人もいたからね。あ、ここでいいや、まあまあ、ありがとう。ここでいい、うん、助かる。はい、じゃあね。はーい、うん、ジブハルさん辞めちゃうんすか？まあちょっと半グレとして生きていこうかなって思ってはいる、まあ、今のところは。あのお前は優秀だよ。世話になりましたいや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 、何でも手伝うよ。学
了解です。ジブハルお前優秀だ。お疲れ様でーす。優秀すぎるがゆえぶち当たる壁もあるかもしれんが。誰自分を誇ってくれ。誰だこれ。どうしたんですか小屋さん。じゃあ今後どうするかの話始めますか。はい。一応ドリーさんから共有されてる話で言うと、まあ一旦ドリーさんはあのボスは辞退させていただきたいって話があって、でまあ僕がそのドリーさんと話した時はもうあのボス変わるんだったらまあ解散でもいいんじゃないですかみたいな話をドリーさんとしたんだけど、まあ一旦それはみんなで決めてもらえるとみたいな感じのテンションだったから、まあ我々で決めますか。はい。はい。お願いします。なんか俺はあれかな、解散の後になんかさ、結局このギャンジーエルみたいなこのギャングの一枠が余るから、この街ってギャングの数が8個しか作れないんですよね。現状はね。そう現状で、現状そのもう8個ギャングができちゃってるから、その集団になってるけどギャングできないっていう人とかがまあぼちぼちいて、で僕そのまあちょっとこれ話してたんですけど、ミッチーさんと話してて、でミッチーさんはそのミッチーさんの仲間のなんか初心者の方が数人いるんですけど、その人たちと一緒にギャングやりたいみたいなの言ってたんですけど、ギャングの申請数が上限いってて、まあ、申請できないからできないっていう状態になってて、あのギャン GL 自体のそのギャングの一枠が、まあ、解散でなくなるんだったら自分そのギャン GL のこのギャングの一枠もらってミッチーさんとかと話し合って一個ギャング、まあ、再設立みたいな形でやろうかなって、僕はまあなんか誰もなんかそういうこのギャングの一枠使いたいみたいな人がいなかったら買わせてもらおうかなっていう感じの考えではあります。はいはいはい、 OK、 第一優先だと思うんで、まあじゃあやることとしては、まあ基本的にギャングの枠は残す方針で、まああと残る人と残んない人だけ決めたらいいんじゃないかな。そうだね、で別に全員残るでもいいと思うし、うん、抜ける人が言った方がいいか。僕は抜けるけど他抜ける人はいる？ちなみに俺も一旦抜けようかな。じゃあ残り4人がまあ残ってローレン・シファルが一旦脱退って感じで、まあいいんじゃないかい。うん、うん、了解です。うん、 OK です。 OK です。まあでも本当みんなと一緒にできて楽しかったっす。いや、それは本当にそう、それは間違いないです。に拾っていただきマジで感謝します。ありがとうございました。ありがとうございます。マジで初心者に優しくてすごいためになりました。ありがとうございます。いや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 。ごめんね、ユージさん。布集め、布集めさせまくちゃって。いや、ここ一番のいるよ。そのせいで服もそんなのって。そう、服破った、ね、あんまりローレンさんが布集めろって言うから、もう破ってくっつったじゃん、それ。破って。じゃあ俺の持ってけや。開かないんすよ、これって言って、服破っちゃった。かっこすぎるな、ユージさん。まあ、でも伝説のギャングだったんじゃない、ギャンジーエルは。うん、いいじゃん、ね、空想上のあれにしよう、空想、うん、存在だったということで、うん、伝説に加われたの光栄っす。いいギャングでした。生成上行ったら毎回いるんでしょ。あそこにトラックつけてんでしょ。お前またやってんだ。無限生成してんでしょ。やってる手法一緒なんでしょ、ずっと。まあ慣れ